はい、キューピーです。こんにちは、どうも。はい、西村です。はい、今日は11月19日ですね。もう今日ちょっと雨がね、あったか、今週はめっちゃ暖かいんですけど、ついに雨が降ってきましたね。ちょっと傘持ってきてないけどどうしようかと。そうですね、まあだけど2週間前まであのちょっとぎっくり腰でこっちヒーヒー言ってたんで、あのまあそれに比べると暖かくなったんで、まあいいかなっていう感じで、ついにですね、12月の13日の大会までね、あと3週間ぐらいですね。はい、あっという間ですね。もうなんか早いですね。うん、まだまだ先だと思ってたけど、どん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 近づいてきてるっていうのが実感されます。まあ今日もみんな頑張ってね、練習してくれて、まだちょっと風邪をひいてね、ちょっと体調崩した子もいるんで、ちょっとそこはインフルエンザとかね、風邪で、あとなんかコロナもね、またちょっと遠くの方からこうじわじわ来てるんで、ちょっとそれがちょっと脅威ですけどね。だけどとりあえず練習して試合に出るつもりのベストコンディションを作らないといけないので、とりあえずこのまま行きたいと思います。そして先週の日曜日にだから柔道大会があったと聞いたんですけど。そうなんですよ。結果残りました。結果ですね、はい、まあ、うちの都市少年柔道会は、はい、団体戦の方はですね、団体は、ベスト8やったかな。ベスト8、うんうん、で、まあいいなんかな団体戦なんですけども、ちょっと重量級が多いい重量級2人いますよね。3人いるんです。3人いるんです。じゃあ中堅副賞大賞というのが重量級じゃないですか。そうなんです。は、まあ、いいじゃないですか。で、うん、楽しみだ。4年生が61、2キロ、うん、5年生が70ぐらい、うん、6年生が65、6とかですね。ちょうど本当もでっかいんですよ、うん。ちょっとね、今年ね、本当は大会もっとあったらね、ちょっと出てほしいですけどね。どん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 こう成長していく姿が見れたかもしれないけど、うん、まあ、ギリギリ今年最後のね、柔道大会で。そうです、そうです。で、個人でなんか誰か、うん、個人でですね、うん、4年生、池田海が3位、うんうん、あ、3位、はい、うん、と、あと6年生、磯野くん、広道が2位に、あ、2位になったんですね、はい、うん、そうなんですよ。まあ、良かったですね。一の子がですね、やっぱ80キロぐらいあってですね。あ、本当ですか。全然いいんですよ。いいですね。もうなんか、もうできればそのまま次の充実の大会も出てもらいたいぐらいですね。なんか充実ならもっと大きいメダルもらえるぞと言ってもらって。そうそうそう。これ語っときましょうか。はい、この充実の大会出ると、これをもらえる、まあ。漏れなく優勝するともらえますで、ね、はい。それだけでちょっと変わるかもしれないですね。そうですね。うん、はい。そう。まあだけど、とりあえず、まあ、会場練習もやってるし頑張って、うん、だって鳥栖少年は週3ですか。今週3です。前はなんかもっとやってたような、はいはい、イメージがあったけど、週3なんですね。そうそう、だからああいう重量級の子がね、もっと寝技やるとね、そうですね、ちょっとやばくなるとは思うんですけどね。そうなんですよ、はい、だから、まあ、ちょっと本当何かの機会があればね、またぜひぜひということで、はい、まあ、本当あったかい。まあ風邪、あとは体調管理ですね。うんうん、そう、今週土曜日、そうそう、宇佐に行くんですけど、まあ、ついにおでん屋さんがオープンしたんで、ちょっと密かに楽しみにしております。おでんを食べながら帰ろうかなとは思ってますけど、ちょっとつゆをこぼさないようにね、しないといけないし、まあそれを持って帰って夜のご飯にしてもいいのかなとは ね、いいし、まあ、ちょっと楽しみにしているんで、まあ宇佐も。ね、盛り上がると思うんで、はい、あと中川もですね、今、まあ、ちょっとやっとちょっとあの親子で入会した方もいらっしゃって、いや助かったという感じで、だけど本当楽しみにしてくれてるんで、あの本当楽しんでね、あの親子で充実ライフを楽しんでほしいと思いますんで、まあ、試合をする方もいれば充実ライフを楽しむ方もいるということで、うん、はい、あのもう本当コロナに負けないで頑張っていきたいと思いますということで、はい、今日はそんな感じで、はい、じゃあさよなら。